山田もおたあす。はい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 、ポー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 、はい、のばとです。はい、今回の動画はですね、2019年の10月26日に発売になりました、こちらのね、5車種、YSP ワイルドスピードプレミアムシリーズフュリアスオフロードを購入したので、ブリバリしていきたいと思います。ラインナップはね、この5種類になりますね。でね、ちょっとね、トミカとか、この辺のね、同じ車種持ってるものはね、ちょっとね、比較して見ていきたいと思うんですね。はい。誰ですか思うんですね。はい。はい、それではね、どれがいいですかね。まあ、私ね、一番ちょっとね、楽しみにしたのはね、こちらなんですよ、これ。ハマーのね、H1。ハマーっていうと結構まあ、この、ピックアップタイプじゃなくて、なんていうんですか、ワゴンタイプっていうのかな、ワゴンタイプ言わないのかな。が多いさなかね、このピックアップタイプがね、私すごい欲しいなと思ってて、以前ね、24分の1スケールのでね、これ持っててね、すごくお気に入りで、あれ、それはね、トイラジのシャーシに、この24分の1のミニカーのボディを乗っけてね、で、もうこれあれですよ、メタルのね、引っ張って動かして遊んでたっていう経緯もありますけどね。まあ、あと、あれなんかにもありましたね。強調のですよね。あれ。なんだっけ。ピッと出てこないんだよね。もう歳なのかな。ほんとね。名前がね、出てこない。ちっちゃい、ミニのラジコンなんて言うんでしたっけ。出てこないね。まあ、わかる人にはわかるかな。それのね、4WD シリーズ、実はね、肉なんですよね。あれね。ちょっとごめんなさい。名前調べてきます。ちょっと、気になっちゃったので。強小のミニッツオーバーランドっていうね、46分の1とかそのぐらいのスケールでしたかね。ラジコンがあったかと思うんですけど、まあこれよりね、二回りぐらいで大きいかな。二回り。もっとかな。うん、まあまあ倍ぐらいのスケールかな。のラジコンがあったんですけどね。あれのボディなんかもこれ採用されててね、とてもね、楽しかった思い出があります。ただね、オーバーランド、ミニッツオーバーランドってあれ、2WD なんですよね。なので、途中で飽きちゃいましたけど、あれ 4WD で欲しかったですよね。で、結局、4WD のオーバーランドは発売されてないと思うんですけどね。まあ、最近ちょっとね、ラジコンシーンから離れちゃったので、もしかしたらね、出てるかもしれないですけど、私の記憶では出てませんね。はい。まあ、そのぐらいにね、かっこいい、車種だなと思ってたんです。すいません。前置きがね、すごくまた長くなっちゃいましたね。はい、ハマー H1。んで、ちょっとね、ラインナップ先にお見せしてもよろしいでしょうかね。まあ、このね、この、表紙にある、ハマーの H1 がこちらにね書いてあって、あとね、この後ろにある4種類が、ランドローバーディフェンダー110っていうのかな、110ランドローバーディフェンダー110、そしてね、91年メルセデスベンツ G クラス、これもピックアップですよ。でね、ちょっとね、見るとね、もう色がね、渋くてね、かっこいいんですよね。で、67年シェビーカマロオフロードですね。はい、これちょっと私、サイドラインでは初めてですね。この、マッスルカーのオフロードタイプはね、はい、ちょっと楽しみですね。はい。で、これがね、まぁ、今回の一番人気だったかもしれません。インプレッサ WRXSTI ですね。これね、なんかYSP のね、シルビアのモナリザをね、思い出させるような、ちょっとカラーリングになっててね、ちょっと楽しいなと思ってます。はい。楽しみだなと思ってます。はい。それではね、早速開けてまいりましょう。こちら、かっこいいなぁ。ちょっと絵もね、かっこいいよね。あ、これ5分の5だったんですね。5分の1から見ればよかったね。でもいや、もう好きなのから見る。はい。でね、今日もね、私、ショッピングセンター行ってきたんです。今日のショッピングセンターはイオンだったかな。あ、違いましたね。あ、そっか、4かな。うわぁ、かっこいい、やばい。ワイルドスピードはね、毎回、素晴らしい出来具合ですのでね。まあ、期待してたんですけど、その名の通りね、ちょっと今、リアから見たんですけど、めっちゃくちゃ出来栄えがいいですね。なんかこの辺の、なんていうんですかね、これワイヤーみたいなのもね、ちゃんと再現されてて、ごめんなさいね、リアからちょっと見させていただいちゃいますけど、で、ここにね、MJ4U、JMZ って書いてありますね。で、ここにね、3つこう、点々と、まあ、フォグランプかな？うん。まあ、反射板かもしれないですね。で、テールランプが3色で塗られてますね。赤、白、オレンジですね、下から行くと。ん？あ、赤に白の、あれか。まあ、バックランプかな？はい。で、ここがウインカーになってますね。だからブレーキランプで、これがウインカーのオレンジになってますね。はい。で、ハマーとね、刻印があります。これは、あーはーはー。あ、これはちゃんとですね、立体的に造形されてますね。で、このハマーの周りに、秒がね、打ち付けられてるようなね、再現されて、めっちゃ細かい。わ、かっこいい。バンパーもかっこいいね。この、武骨なバンパー。うわ、かっこいい。いやー、かっこいいな。
これはちょっとかっこいいぞ。で、この横から、横見ますとね、ちょっとこの辺の造形が甘い気もしますけども、まあ、こんな感じなんでしょうかね、実写がね。なんかちょっとぼやけてる感じありますよね、このドアのところ。ただまあ実写がこういう感じなのかもしれないですね。か、塗装がちょっと厚いのかなって感じしますね。この辺もちょっと緩い感じがするんですが、緩くはないか、緩いというか、ちょっと造形が甘いというかね、そんな感じしますね。まあただね、塗装がね、すごくこの、つや消しの、ベージュっていうんでしょうかね。まあよく言うサンドベージュですよね。砂漠色っていうんですかね、日本語で言うと。はい。で、ガラスの方はね、クリアになってカクカクしてるねでね、このハマーの形ね、私ね、トミカのもある、ありますよね。トミカのあるんですけど、あまりね、気に食わなかったので、まあ今までね、100円で売ってても買ってませんでした。うん。なんかね、パトカー仕様か、なんかレスキュー仕様だったかな、ジャフ仕様かな、のハマーがね、よく見かけてたんですけど、ここのね、上のね、赤色灯っていうか、回転灯が取れてたりとか、あと形がね、あんまり好きじゃなかったんですよ。何回見てもね、好きになれずにね、100円だったんだけど、ちょっとスルーしたんですけど、やっとハマーが手に入ったって感じですね。お気に入りのこのピックアップだから好きなんじゃ。で、こんな感じだったかな？なんか、積むところがすごく狭いですね。そっか、ホイールハウスが、タイヤのね、ホイールハウスがあるから、ここは、荷台にできないんだね、これね。こういう車の特性なんですね。で、サスペンションなどはなくて、ホイールがね、とてもおしゃれですよね、これで。なんていうんですかね。シャレっ気なくていいですよね。まあ、シャレっ気あるんですよ。実はこれすごくシャレっ気あるんですけど、マットブラックにしてあって、ちょっと控えめな感じにしてますけど、これね、実写なんかで見たらめっちゃシャレっ気あると思います。周りに、こういう、なんていうんですかね、ボルトがね、こういう風にいっぱいなっててね、これ結構かっこいいですよ、このホイール。でね、ちょっとパーッと見たらね、全部ね、インプレッサ抜かして全部このホイールでした。今回のワイルドスピード。これもね、なんかね、ちょっと、シリーズ的な感じでね、逆にいいですよね。それぞれ違かったり しないで、なんていうんですか、このホイールで、他の写真も見比べられるというね。あ、この車にはこのホイール合ってるね、とか、そういう、なんていうんですかね、楽しみ方もできるかなと思って、逆にね、良かったなと思います。まあ、人によっては、もしかするとね、もうちょっとバリエーション欲しいって方もいるかもしれないですけど、今回のね、このタイヤはね、私的にはね、マットブラックであり、この周りのね、ナットがね、いっぱいくっついててね、すごい武骨な感じで、かっこいいなと思いますね。はい。で、タイヤは、あ、これリアルライダーですね。ゴムタイヤですね。だから2ピース構造かな。そうですね。多分2ピース構造になってるかと思われます。うわ、すごくかっこいいな。で、タイヤは、ちょっとオフロードにしては溝が浅いかな。脇から見るとね、ブロックタイヤみたいでとてもいい感じなんですけど、ちょっと下から見るとね、溝が浅くて、ちょっと物足んないかな。もうちょっとブロックしてた方がいい感じがするんですけどね。はい。まあでもね、横から見るとブロックタイヤみたいでめっちゃかっこいいですよね。はい。で、フロント見ましょう。フロントはね、グリルガードがついてて、そのグリルガードの下にね、ヘッドライトを覗かせてて、で、ウィンカーなんかもね、覗かせてるんですけども、ちゃんとね、塗装がされてていいと思います。で、ここのところにね、よーく見るとね、ちょっとね、こう、ほら、波状になってるというか、まあ、ダクト的な感じでね、なんていうかね、塗装処理されてて、とてもかっこいいですね。はい。いいっすね、これね。ほら、ダクトみたいになってるんですよ。で、この辺の、これは、これはあれですね。ボンネットを吊るすやつですね。これがフックがね、ついてて、ここが給油口なのかな、ハマーは。ね。で、ここがね、別パーツなのかな、これ。この二つのフックと、ここのね、給油口かと思われる部分はね、多分ね、内装からの成形になってると思います。はい。うん。で、フロントガラスのところが、こうセパレートになってて、多分ね、これもね、名称あるんだよね。セパレートになってるガラスね。はい。で、ワイパーの造形もね、ガラスの方にありますね。で、屋根はね、ちょっとこう、ラインが入ってるというかね、こういう感じで、ちょっとオフロードっぽく仕上がってますよね。はい。わー、とてもいいな。なんかね、塗装が、分厚く見えるんですけど、これ、なんかそうなのかな？なんかよくわかんないんだけど、なんか分厚そうに見えてね、すごいやっぱ武骨でわー、かっこいい。これはちょっと、皆さんもね、好みにはよると思うんですけど、ピックアップの、ハマーのピックアップが好きな私にとってはね、もうめちゃくちゃ気に入ってますね。はい。で、フロントなんか見ると、この辺のね、機械の感じなんかもね、すごく再現されて、これウインチかな？どうなんだろう。ね。で、写真を見ますと、まあ、メタル、メタルですよね。で、マットブラックになって落ち着いた色になってますね。はい。で、この辺のメカのね、造形がすごく細かいですね。これ。これ多分まあベーシックカーでもあるんでしょうね。ただね、私ちょっとベーシックカーね、お目にかかったことないですね。はい。かっこいいね。うわぁ、かっこいい。このリアのやっぱディテールが今回はね、すごく光ってるなと思いました。この、うわぁ、このなんて言うんだろう、ワイヤーの。
雑巾、これなんか多分ここと、ここと、あとここをなんかこう釣ってヘリコプターとかで運ぶんですかね、これ。どうなんだろう。でね、ちょっとね、これはね、他にね、持ってないのでちょっと比較できないです。24分の1のね、あったんですけど、破棄しちゃったっすね。引っ越しするときに破棄しちゃったんですよ。なのでね、ちょっとね、それと見比べたらね、とても良かったなと思うんですけどね。ごめんなさい。捨てちゃいましたね。はい。じゃあ次は、じゃあこれ、左から見ましょうかね。はい。はい。じゃあこれ、これは何だろう。あ、これは91年、あららら、ちちちちちち。はい。上絵がかっこいいね。オリーブ、なんて言うんだっけ。オリーブブラウン、違うな。まあいいや。まあかっこいいんで、このゲレンデのピックアップもね、私ね、ちょっとね、初ゲットですね、これね。オリーブ、なんて言うんだっけ。オリーブグリーンか。ほんと、年なんでしょうかね。すぐ忘れるというね。はい、メタル×メタルのね、リアルライダーって書いてありますね。で、さっきとね、同じホイールかと思います。91年、メルセデス・ベンツ G クラスですね。はい。わー、これもちょっと期待。これが5分の2でしたね。はい。かっこいいね。ゲレンデはちょっとね、なんでしょうね、このベンツのデザインってね。なんかこう、ジープっぽいのにすごい高級感がありますよね。なんなんだろう、このベンツの素晴らしいデザインは。ね。はい。ヒュリアスオフロードって書いてありますね。プレミアム。ファスト&フュリ、フュア、ヒュリアオス。ヒュリアリス。あれ言えなくなっちゃった。ヒュリアスか。ヒュリアスか。はい。じゃあ、ブリバリしてまいりましょう。うわ、かっこいいね。いいね。はい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 。こんな感じ。はい。はい。いやまあ、今回のね、サイドラインは、まあ、リアルライダーと、メタル×メタルなのでね、廉価版のサイドラインと違ってね、まあ、約800円ですね。今、消費税が 10% になっちゃったのでね、780円とかだったかな。で、私、今回ね、トイザラスで購入したんですけど、特にね、クーポンも割引券もなかったので、まあ、ほぼ定価で購入したのかなと思いますね。かっこいいね。やっぱ、ピックアップはかっこいいっすね。ただちょっと今、ファーストインプレッションね。ファーストインプレッションで言うと、マジョレットとかね、トミカの方がね、フロントの顔はね、なんか出来栄えはね、そっちの方がいいような気がする。うん。まあ、ファーストインプレッションでなのでね、ちょっとよく見てみないとわかんないんですけど、多分ね、魔女とかね、こっちのトミカの方が良さそうな気がするな。ただ、ピックアップでね、うわ、すごいここ何大型開口になっちゃってんのこれ。そうなんだ。まあ、劇中に出てきた車がこういう感じだったんでしょうか。私ね、申し訳ございません。ワイルドスピードってね、テレビでちょこちょこっと見たぐらいでね、知識がないのでね、本当はね、ワイルドスピードのね、こともね、絡めてね、雑談なんかさせていただくと、とてもね、楽しかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ワイスピ好きな人はね、もう結構ね、多分、マニアックな感じで、うん、知識があるでしょうからね。で、多分ですね、今回ね、5人ほどしかね、お店にね、開店と同時にはいなかったんですけど、なんかワイルドスピードしか来ない人もいるのかな、中には。なんかそんな人もちょっと見受けられたなと思って。普通のサイドラインの時はいないような方もいたので、まあそのワイスピマニアの方なんでしょうかね。うん。あ、でもチートラも買ってたから違うかもしれない。ごめんなさい。ちょっと適当なこと言っちゃったかもしれない。はい。で、まずね、先ほどと一緒のね、このタイヤね。今回のもね、ゲレンデによく合う、G クラスによく合う感じになってると思います。これちょっと、ホイール名作じゃないですか。派手すぎず、おとなしすぎずって感じで、なんていうんですかね、この中のね、部分がね、すり鉢状みたいになっててね、メッキにしたらこれめっちゃおしゃれなホイールだと思うんですけど、マットブラックでね、落ち着いた感じに造形されてますけど、これ結構おしゃれでかっこいいホイールだと思いますよ。はい。で、タイヤのバリエーションをね、ちょっと増やしてほしいですよね。もっとね、ブロックしたタイヤにするとか、あると思うんで、あともっとでかくしたりとかね。このホイールはね、今度こう、いっぱい使ってほしいなって思いました。多分、プラスチックパーツだと思うんですよね。で、成形色かな？うん、多分成形色なんですね。ただやっぱりね、ホットウィールのね、プラスチックパーツってね、すごくね、他のミニカーのメーカーよりもね、安っぽくないので、ちょっとね、信頼を置いてるんですけどね、マジョレットとか、マイストとか、そういうのに比べるとね、プラスチックパーツのね、質がいいんですよね。はい。はい。じゃあね、フロントマスクをね、ちょっと細かく見てまいりましょう。どうですか？はい。ですね、ライトはね、クリアパーツではなくて塗装になってますね。で、最近よくあるね、ライトの絵になってますね。はい。まあ、ガラスをちょっとイメージしたような、ちょっと影を入れたような感じでね。でメルセデスベンツのマークが、ホワイトかな？そうですね。ホワイトで塗られてますね。で、この辺のグリル周りとライト周りなんか、これ塗装かな？塗装っぽいですね。
まあ多分印刷だとは思うんですけど、シャーシからの、ね、シャーシじゃなくて、内装からの成形とかそういうことじゃなくて、塗装になってます。はい。このね、ボンネットのとこのウィンカーは、立体的になってて、オレンジ色でね、塗られてますね。はい。で、この、シャーシがね、またこちらも、マットブラックで、リフトアップされてる感じのね、シャーシになってますね。はい。で、シャーシの成形でバンパーが作られております。で、これね、バンパーからここの、タイヤ ハウスっていうのかな、オーバーフェンダー、フェンダーのとこっていうのかな、フェンダーと、ここのサイドステップのところと、後ろぐるーっとこれ、バンパーもね、シャーシのね、成形で、シャーシの成形ですね。で、作られてますね。これはですね、この、これウェリーだったかな、ウェリーのね、ランドローバーもね、ちゃんとこの、フェンダーのとこがね、別パーツになっててね、とてもいいんですけど、これはまあ、内装からの成形のプラスチックパーツなんですけどね。はい。でね、ちょっと今見ますと、これマジョレットね、このマットブラックの、ゲレンダマジョレット。ほら、やっぱり、ね、マジョレットの方がクリアパーツですし、ここの、なんていうんですかね、グリルの形っていうんですかね、がね、めちゃくちゃかっこいいんですよ、これ。まあ、塗装すればね、ホットウィルの方も映えるのかもしれないですけど、このマジョレットのこれの顔はね、めちゃくちゃ秀逸で、リアのここもかっこいいんですよ、リアの形もね。すごくこれいい造形してますよね。これはほんと、これちょっとお気に入りの一品なんですけど、ホイールがね、この街乗りタイプのホイールなので、うん、まあ私としてはオフロードタイヤにしてほしいんだ。ホイールもちょっとね、これ、なんですかね、街乗り風なのでね。はい。で、トミカの方と今度比較してみますと、うん、トミカのはね、またね、グリルの形状が違くて、どちらかというと、マッチボックスの、グリルの形状と似てますよね。同じかな多分。タイプがね。で、これはね、トミカの、トミカのね、なんだっけ。トイザラス限定のカラーリングね。ヘリテージエディションとかってそんな名前だったような気がするんですけどね。これのグリルはちょっと違いますね。マジョレットとも違いますし、ホットウィルとも違いますね。で、こう見ると、まあ、トミカと、でもトミカの方がやっぱりこのグリルの中がね、網目状になって2色で塗られてるんですよね。これブラックとシルバーでね。なのでね、とてもね、やっぱ細かく塗装されてるので、まあ映えるのはこっちかな。うん。ただ今回のね、ピックアップですからね。はい。で、トミカのがスケールが62分の1なので、これはね、ちょっとスケールなんか書いてないんですけど、なんか64分の1ぐらいのね、スケールのような気がしますね。ちょっと一回りちっちゃい感じ。はい。うん。で、マジョレットのが、61分の1。なのでね、やっぱりね、こう比べると相当違うので、もっとちっちゃいかもしんないね、64分の1よりね。うん。でもこの小ぶりだとね、64分の1ぐらいなので、他のね、64分の1グリーンライトとか、ジョニーライトニングとかとね、並べた時にはね、めっちゃいいかなと思われますね。はい。ごめんなさいね、ちょっとね、話がめっちゃ長くなっちゃってますね。で、脇を見ますと、ここにね、モールがね、ブラックで塗られていて、ちゃんとね、立体構造になってて、ミラーの形いかがでしょうかね。いい感じですね。これはマジョレットなんかよりも、いいっすね。マジョレットなんかよりもミラーの形はいいような気がします。ちゃんとね、出っ張らしていい感じですよね。はい。ガラスがクリアになってて、この辺はね、まあ開かないんですけど、なんでしょうね。一回りちっちゃくていいっすね。これはこれで。マジョレットなんかやっぱこれなんかすごい秀逸でね、ボンネットも開くギミックもありますからね。で、これが500円ぐらいですもんね。うん。で、これが800円でしょ。はい。で、内装を見ますと、ブラックの内装になってて、この辺にね、まあ、ピックアップによくついてる、なんていうんですかね、これ、ガードっていうんですかね。あ、これ5人乗りなんですね。ここにもシートがあるわ。それの、まあ、ガード的なことなんでしょうね。で、なぜか、屋根がね、こんなに開口部になってるというね。まあ、これはなんか遊び心があっていいですね。この辺にね、ちゃんとね、これ多分ね、これ、バリとかじゃなくて、ライトが造形されてて、ここのね、ちょっと、なんていうんですかね、ガチャガチャっとしてた、した部分はね、これ、なんていうんですか、この手持つとかあるじゃないですか。それだと思うんですよ、これ。そういう造形になってるんじゃないかな、と思われまーす。ハンドルがちょっとちっちゃいね。見えないかな。はい。へぇ、まあいいっすよね。で、この辺にね、シルバーで塗られていて、で、リアを見ていきましょう。リアはね、背面タイヤがついてて、これはプラスチックパーツのようですね。これは、内装からの成形になってますね。で、メルセデス・ベンツのマークがね、結構な精度で入ってますね、これはね。うん。で、おー、かっこいい。これちょっとね、細かい塗装になっておりますね。ちょっとね、ルーペでね、確認してみましょう。ルーペちゃんどこ行ったかなー。あれ片付けちゃったかな。あれ、なんでないんだろう。ちょっとごめんなさい。ちょっと探してきます。
はい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 、失礼しました。ちょっとね、一回さっきね、探したとこにありました。よく見ろっていうことですね。はい。じゃあちょっとメルセデス・ベンツのマークからちょっと見ていきましょうかね。はい。ああ、結構ないい精度で入ってるんじゃないでしょうか。プラスチックの部分だから、印刷がしやすいんでしょうかね。ホットオイルなん、結構細かさはね、トミカなんかに比べてね、ちょっとあれなんですけど、なんか、プラスチックの上になって、やってあるものに関しては結構精度がいいですね。で、テールランプがね、こんな風に細かくなってるんですよ。中心部がね、ブラックかなこれなってて、周りがね、シルバーと、オレンジ、レッドかなになっててね、こういう2色でね、ちゃんと塗り分けられてて、あ、3色か。とても細かいですね。はい。で、バンパーのね、成形なんか、この両サイドがちょっとね、こう、デコボコってなった感じになってますね。わー、いい色だな、これな。はい。うん。まあ、これはやっぱホイールがかっこいいからいいですけどね。これ、このホイールをこれに履かせたいね。あ、これでいいのか、これにね。はい。はい。じゃあ次ね、うわ、まあもう時間がめっちゃ経っちゃった。はい。じゃあね、次これ見てまいりましょう。もういっか、もう時間気にしないで、もう堂々と長々とやっちゃいます。いつもね、オープニングからね、1、2台はね、まあ、だいたいそうだな、5分、5台だったら30分ぐらいで収めようかなと思うんですけど、結局ね、ベラ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 喋ってね、毎回長くなりますね。はい。あ、これが5分の1の1番だったんですね。これから見ればよかったかな。うん。かっこいいね。でね、トミカのね、ちょっとね、STI、WRX とね、これは、これホットイールですよね。ホットイールのね、WRX ね。これも持ってきたので、ちょっとね、見比べてみたいと思います。はい。でね、今年のね、2月に、オートモーティブのね、オフロード、あ、違う、オートモーティブのラリー仕様で、スバルインプレッサ出てたなと思ってね、私買ったかなと思って、探したんですけど、見つからずじまいでね、買えなかったのかもしれないね。でも他の車種は持ってるんですよ。だから買えなかったのかな？なんかよくわかんないですけど。確かミニクーパーとか、あと、なんだっけ、アメ車の小型の車、なんて言うんでしたっけ。出てこない。うわ、出てこないな。まあ、喋ってるうち出てくるかな。って言って、いつも出てこないというね。うわ、出てこない。うわ、本当に出てこないね。まあ、ちょっと小型のね、アメリカ車のフォーカスか。フォードフォーカス。なんかのね、時に一緒にね、このインプレッサのブラックのバージョン出たと思うんですけど、見つからなかったんですよ、なぜか。はいはいはい。話がまた前置きというか話が長くなっちゃいましたね。はい、こんな感じ。うわ、もうかっこいいよね。毎回。あ、これちょっと。超期待大ですね。ここのボンネットがね、これカーボン調になってますね。あ、早く開けたい。でね、なんかモナリザっぽくないですかこれ、シルビアの。また出ますよね、モナリザカラーの初代シビックね。あれはちょっと超いいんじゃないでしょうか。モナリザのカラーリングがめっちゃいいっすよね。はい。はい、いいっすね、これね。カーボン調になってますね。ただ、あれかな、ちょっとツヤありなので、できればツヤ消しの方がいいっすよね。ここのカーボン調のところはね。まあ最後にクリア吹いちゃったのかな。で、ブルーメタリックですね、ボディからはね。はい。とてもね、落ち着いたブルーメタリックですね。よくね、粒子がね、ギンギンに、目立つメタリックもありますけど、今回のはちょっと落ち着き気味のね。あ、ヘッドライトの塗装が細かいね、これね。細かいんじゃわ。ほら。ちょっと暗い。暗い、今、光当てたのに。はい、フロントマスクね、じゃあ見させてください。あー、かっこいいな。これどうだろう、金型一緒っぽいな。これね、ベーシックかな、これは。そうっすね。これ多分ベーシックの、インプレス WRX だと思うんですけど、まあ、金型がね、うん、多分一緒ですね。はい。そうっすね。一緒かと思われますね。うん。そうっすね。ただ本当にね、もう塗装一つでこんなに変わるのかっていうぐらいね、すごいリアリティがありますね。はい、じゃあね、ちょっと各部見てまいりましょう、細かくね。わー、ちゃんとね、スバルのマーク、どうだろう、精度は。うん、なかなかいい精度してますね。はい。いい仕事してますなはい。で、ここにね、STI のマークかな、これね、赤いマークありますね。はい。WRX 書いてある。STI でしたっけ、どっちでしたっけ。ちょっとね、ブラックに赤字でね、STI ですね。STI って書かれてますね。この赤いとこ。はい。WRX ではございませんでした。で、先ほどもね、お伝えしたように、ここがね、カーボン調になってて、ちょっとね、ツヤありなので、って感じですけどね。まあ、でもこの、かっこいいですよね。改造の感じがね。はい。カスタムの感じがね。
で、フォグランプは、ちょっと塗られてる感じありますね。で、ここの、フロントグリルのところは塗装されてるのかな。これ、ツヤ消しになってますね。か、このシャーシのね、パーツかもしれませんね。はい。まあ、多分そうかもしれないですね。これ、シャーシがツヤ消しブラックですのでね。あ、今回の3台、今のところ、ツヤ消しブラックですね。シャーシが。あ、これ、いいのかな、ツヤ、今一瞬グレーに見えたんですけど、多分ブラックですよね。そうっすね、ブラックですね。はい。かっこいいな。やっぱ塗装一つでこんな変わるんですね。で、このね、カラーリングが、いいっすよね。ワイスピらしいっていうかね、そんな感じがしますね。で、先ほどまでとね、ちょっと打って変わってホイールの形状が、これあれに似てるな、チートラの、エアロリフトのホイールに似てる。はい。で、リアルライダーで、ちょっとね、ちっちゃめのタイヤですね。日本車のホットエールってちっちゃめですよね、タイヤがね。ただ、太さはね、まあ、ノーマル形状よりも太いと思うので、めっちゃかっこいいですよね。速そう。わー、かっこいい。この、このカラーリングのエンドの部分がかっこいいっすね、これ。わー、かっこいいねー。ワイスピア、やっぱりね、デザインがすごい優れてますよね、毎度毎度ね。これがグレーっぽいっすね。ライトグレーでブラックのラインが入ってて、まあ、こういう風なね、感じになってますね。で、ガラスが、スモーク磨かった、ガラスになってますね。内装なんかはちょっと覗くと、バケットシートっぽくもないですね。ちょっとノーマル形状に近いのかな。はい。エリアを見ますと、あ、ここにね、STI って書いてあって、スバルって、あ、これがスバルですね。はい。左側がスバルの文字で、右側が赤だから STI って書いてあって、インプレッサって書いてあるのかな。そうですね。インプレッサって書いてありました。細かいですね。で、テールランプが塗られていて、うわ、テールランプのね、ただね、トミカみたいにね、こういう風に、ベタっとね、塗装されてるわけじゃなくて、ちゃんと絵になっててね、すごいリアリティがありますね。はい。いいっすね。これはいいっすね。すごくいいと思います。タイヤが太くてかっこいいね。で、屋根を見ますと、上から見るとこんな感じの造形になってますね。うん。いいっすね。やっぱ日本車はやっぱいいっすよね。でね、ちょっとね、ベーシックカット見比べてみましょう。こんな違うんですよ。やっぱ塗装一つでね。で、なんだろう、リアルライダーですし、ホイールがね、かっこいいので、やっぱり全然違いますね。で、タイヤの太さなんかもやっぱ太いのでね、やっぱりほら、リアビューがめっちゃ映えますよね。で、トミカなんかの音もちょっと並べてみましょうかね。多分同じ年式だと思われるんですよね。大体デザインが一緒なのでね。でもトミカのね、これは、ヘッドライトクリアパーツですしね、サイズ感もこれ何分の1だろう。67分の1なのでね、結構他の車と並べるととてもいい感じじゃないかなと思いますね。はい、負けてないですね。ただやっぱりこの、ワイルドスピードシリーズですから、やっぱカスタムされたペイントがされててめっちゃかっこいいですよね。うん。あ、でも形状が違うんだ、これ。ちょっとこちらはフォードアタイプでセダンっぽいのに対して、こちらちょっとね、ハッチバックっていうんですかね。タイプになってましたね。大変失礼しました。よく見てくださいっていう感じですね。まあやっぱこっちの方がかっこいいかな、形状はね。こっちのハッチバックっていうか、このセダンタイプよりもこっちのハッチバックの方がかっこいいような気がするね。ハッチバックっていうのかな。欲しいな。インプレッサも乗りたい車の一つですね。やっぱね、STI がいいですよね。WRX-STI っていうのがね。はい。わー、かっこいいね。やった。はい。わー、かっこいい。じゃあ次見てまいりましょう。次は何だっけ？あ、次はランドローバーですね。はい。これもちょっとね、ちょっと盛りかかっちゃったから。めっちゃ期待してる一品でございます。はい。絵がかっこいいね。でね、なんかね、ここのところがね、ガラスがなくてね、ちょっと装甲車的な感じがしません？うわ、リアがかっこいい。ちょっと早く開けたい。早く開けたいんじゃ。うわー、マットブラックのボディでした。うわー、めっちゃかっこいい。このディフェンダーのデザインはね、ちょっとね、何個も買っちゃうんですよね、このディフェンダーのデザインね。ちょっとなんだろう、これ、大変なところに赤くなってるね、ここね。あ、ただのなんか汚れだったのかな。うわ、すーごい、あ、これ開くのかな？なんか、あ、開くかもよ、これ。皆さん、これ。なんかプラプラしててね、シャーシとボディはダイキャストなんですけど、このね、屋根の部分だけプラスチックですね。あ、なんか飽きそう。飽きそうな雰囲気。マジか。ちょっとね、じゃあね、まずね、フロント見てまいりましょう。かっこいいわ。いやー、かっこいい。オールブラック。めっちゃかっこいい。そこにね、グリーンのランドローバーの、ディーラーロゴがね、めっちゃ光りますね、これ。
ここにランドローバーって書いてありますね。ちょっとね、他のランドローバーとも比べてみましょう。これがマジョレットのね、ランドローバーね。うわー、まあ、塗装がオールブラックになってるので、ちょっとかっこよく見えますけど、まあ、マジョレットのも負けてないですね。で、まあ、マジョレットはね、あの、ボンネットの開閉ギミックあるので、あれですね。やっぱ形が違うもんですね、こうやって各社によってね。で、マジョレットの方は、60分の1ですね。だからちょっと大きめなんですよね。で、こちらね、多分ホテルのはスケールが変えてないので、まあ、どのくらいかわかんないですけど、なんか64分の1ぐらいかなって思わせるようなね、大きさですね。で、こちらが、ウェリーのね、ランドローバーになります。このウェリーのランドローバーもね、あの、ウェリーってね、結構ね、安っぽい作りが多いんですけど、このランドローバーに関しては、とてもあの、好きなんです。この、あの、なんていうんでしょう。また出てこない。フェンダーか。フェンダーのところが、あの、プラスチックパーツでね、あの、なんだろう、樹脂パーツっていうか、出てこない。ポン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 出てこないね。あの、バンパーなんかもこれ、あ、そうそうそう、ウレタンっぽくね、ウレタンの素材で作られてるような感じがして、とてもいいんですよね。まあ、どっちもかっこいいね。ただ、やっぱ、ちょっとね、形が違います。あの、ホットウィールの方が縦長ですね。先ほどのマジョレットのと見比べてもそうだったんですけど、縦長仕様ですね。もう一回見る？これか。はい。ね、ほら、マジョレットなんか横長って感じですけど、ホットウィールのね、縦長でね、いいっすねー。で、こんな感じですよ、ガラスがないと。なんかすごい、なんか悪い人が乗ってそう。悪い人が乗ってるか、なんかやばいの積んでありそうだよね。やばいの積んでありそう。なんかこん中から、なんか銃を持った人間が出てくるとか、あとなんかね、ちょっとやばいもん運んでそう。ここもちょっと装甲車っぽくね、ガラスがなくて、ここだけガラスになってね、あの、すりガラスになってますね。スモークで、あの、すりガラスって言うんですよね、多分ね。あの、透明度のないガラスになってますね。まあ、ガラスというか、まあ、プラスチックパーツでしょうけど、そういう、あれになってますね。ちょっと透けるでしょ？ほら、こうやって光当てると。で、リアを見ますと、あら、リアはとてもいいっすね。これ、マジョレットよりもリアは全然いいですね。で、やっぱりね、リアの、あの、造形も縦長ですね。この辺は、ホッテールがもしかしたらオマージュしてるのかもしれないですね。うん。オマージュって言わないか。オマージュって、なんだっけ？尊敬するとかそういう意味でしたっけ？ディテール？じゃない、なんかいつも言ってるのに急に出てこなくなってるんですよね。で、ホイールなんかは、あの、先ほどからね、お伝えしてるように同じ形状で、この、いい感じですよね。はい。で、わー、オールブラックでね、ちょっとシルバーがね、ちょこんちょこんってこう塗られていてね、めっちゃかっこいい一台ですね。で、ここが給油口かな。で、先ほどもね、リアちょっとね、説明するの忘れましたけど、塗装が細かくてね。で、やっぱりね、この片方だけシルバーで、こっちがレッドですね。これね、あの、バックランプですね。で、最初ね、私ね、このマジレットのを見たときに、あ、反対だ。ね、あの、マジョレットは、レッドのブレーキランプが、左側にあるのに対して、ホットウィールは右側なんですね。で、バックランプね、こちらホワイトで、こちらが、左側にあってね、正反対ですね。へー、面白い、そうなんだ。で、私ね、あの、知らなくて、あれ、マジョレットさん、こっちだけ塗り忘れてるってね、前ね、レビューしたんですけど、ね、視聴されてる方からご指摘いただきまして、いや、これはブレーキランプというかね、こういう感じになってるんだよっていうことでした。はい。なのでね、皆さんのも、ね、まあ、皆さん知ってると思うんですけどね、これ、決してエラーなわけじゃないですからね。はい。いいですね。で、ここにね、ナンバーなのかな、これはね。ナンバーが、なんかホットウィールだけですね、ナンバーの造形がされてるのは。こちらはあれですね、まあ、逆ですけど、こちらのウェリーはナンバーのところが造形されてました。はい。で、ここにもね、ランドローバーのマークが入って、ディフェンダーって書いてありましたね。マジョレットのは書いてないんですね。はい。で、見ますと、なんて書いてあるのこれは。FNF110 って書いてありました。うわ、めっちゃなんか怪しい。で、ここね、これが私は取れると踏んでるんですけど、いかがでしょうかね。あ、取れないか。あれ？え？あ、取れないかも。あれ？あ、取れないっすか。どう見ても取れる感じがするんだけど、なんか強引に行ったら割れそう。取れないのこれ。あ、取れないのかも。こんだけ、ガッチリになってるから。大変失礼しました。取れませんでした。もしかしたら取れるのかもしれないですけど、私の答えはね、ちょっとね、結構力を入れてね、今、やってみたんですけど、取れなかったですね。大変失礼しました。ごめんなさい。楽しみにしてた方、申し訳ございません。これ取れませんでした。まあ、この質感の違いを出すためだったんでしょうかね。それとも、重量オーバーになっちゃったのかな？ミニカーとしては。ここがね、ガラスじゃないので。どうなんだろう。
へえ、なんか面白いね。いろいろそういう事情があるのかもしれないですね。うん。はい、じゃあね、最後になりました。もう1時間ぐらい超えたかな。はい、こちら。わー、かっこいいね。これがオフロードカマロ。そういえばオフロードカマロ。ちょっとごめんなさい。ちょっと持ってきます。あ、オフロードカマロかなと思ったら違った。これチャレンジャーかなんかだ。これもね、ワイルドスピードね。これダッチチャージャーでした。はい、ダッチチャージャーオフロードなんでした。これちょっとスケールが大きくてね。すごい不人気だったのかね。これ、至る所で安売りされてたやつですね。これサイズが大きいんですよ。これスケール書いてないかな。2016年。あ、スケールは特に書いてない。まあ、後でね、ちょっとね、カマロのものと並べてみますね。はい、でかいんじゃ、これ。はい。じゃあ、ですね。67年、オフロードカマロ。わー、かっこいい。これもかっこいい。よくこれね、ワイスピシリーズにあるカラーリングですよね。これ、シルバーにブラックの、なんですか、ラインが入った感じのね。絵がまたかっこいいなこのままね、アスファルトから砂漠に、みたいな。いやー、楽しみ。めっちゃ楽しみ。おー、楽器、うわー、かっこいい。すごい迫力ある。ほら。うわー、めっちゃかっこいいね。うわー、このカマロの感じがかっこいい。これ Z28 かな？違うか。うわー、なんかリアにもこういう、あれがあるんですね。バンパーガードっていうんですかね。で、ホイールはね、先ほどからお伝えしたように、このホイールですね。これかっこいいね。かっこいい。フロントね、まず見てみましょう。ライトはね、先ほどと同様ね、絵になってて、とてもいい感じで塗られてますね。で、これは、そうっすか。グリルとかね、ブラックで塗装されててね、ライトの周りまで、これグリルの感じになっててね、とてもいいですね。網目みたいになっててね。で、グリルガードがあって、うわー、かっこいいな、丸いんですね。なんかこういうのだとカクカクしそうな感じですけど、これはカマロっぽく丸い感じになってますね。で、ここにね、ちょっとね、ロゴがあって、これなんて書いてあるんだろう。あ、やっぱ Z28 だったか。あ、やっぱ Z28 って書いてありましたね。そう、この Z28 っていうやっぱ響きかっこいいっすよね。カマロ Z28 みたいなね。ニッパチっていうのかな、なんかそういう、なんか、通称みたいなので言われてる可能性ありますね。Z28 みたいなね。2の間ではみたいな。ごめんなさい。私ちょっとね、2じゃないので、Z28 って言ってますけど、ニッパチっていうのかな。ガラスは、クリアですね。で、三角窓がなくて、ここのね、リアのね、三角まではありました。で、特にね、ウインカーとか何も塗られてない感じですね。またこれはこれでね、シンプルでいいんですよね。で、上を見ますと、なんだろう、ここに、サンルーフのちょっとちっちゃいバージョンがあって、フックのね、造形されてんのかな、これ。いやー、こういうカスタムのところがやっぱりホットユーの良さですよね。他のミニカーじゃありえないですもんね。まあ、グリーンライトもないかな、こういうの。グリーンライトもマイストも、ジョニーライトニングはこういうのありそうな気がしますけどね。やっぱりホットユーですよね、こういうところは。はい。こういう、ちょっとしたね、小技が効いてるんですよ。かっこいいね。でね、最近ね、すごく思うことがあって、ちょっとね、このミニカーの話と、関係はあるんですけど、ホットウィールってどこかね、おもちゃっぽさが残ってていいなって思いました。グリーンライトとか、例えばトミカリミテッドヴィンテージネオとかね、そういうものと比べると、やっぱホットウィールってね、どこかね、おもちゃっぽさがあって、そこがまた私、惹かれてる部分なんですね。意外とね、私ね、トミカリミテッドヴィンテージネオってね、まあ、高いのもあるんですけど、あまりにもね、おもちゃ感がなさすぎて、まあもちろん大好きですけどね、大好きですけど、なんかこっちの方が好きなんですね、私の感覚としては。ちょっとおもちゃ感がある？なんかね、トミカリミテッドヴィンテージネオなんかね、まあ、すごく細かいんですよ。ウインカーなんかも一個一個ね、レンズの色が違かったりとか、大きさも64分の1で忠実でしょ？多分かな、造形なんかも忠実だと思うんですけど、どこかね、なんか私が求めてるものって、ちょっとおもちゃしてるところがあった方がいいなと思ったんです。この前ね、リペイントじゃなくて、ヘッドライトのね、アルミテープを貼って塗装した動画を、アップさせていただいたんですけど、まあ、それなんかをやってる時にね、あ、なんかホットウィールのね、BMW なんかね、ヘッドライトとか全然塗られてないやつなんかもあるわけですよね。サイドラインにも関わらず。まあ、ベーシックカーでももちろんあるんですけど、それもまた魅力なんだなっていうのをね、改めて、ね、発見してね、で、またね、ホットウィールの良さを、実感した次第でございます。なんでしょうか？この語っちゃった。ごめんなさい。山田熱く語るみたいなね。はい。大変失礼しました。時間を気にせえって話ですよね。で、シャーシはね、こちらもマットブラックで、今回はね、めちゃくちゃ落ち着いた感じのラインナップになってますね。うん。で、リアを見ますと、リアもね、ちょっと見づらいですけども、ブレーキランプの塗装はされていますね。はい。
ね、ちょっと見づらいね。かぶっちゃっててね。で、これはね、シャーシからの成形なので、これメタルですからね。これはちょっとあれじゃないですか、なんでしょう、暴れ発着みたいなね。お子さんでも。フロントグリルとリアグリルは守られてますよ。リアのレンズはね、もう傷つくことないです。バンパーが傷つくだけでね。どんなにぶん投げられてもね。よくね、子供の頃なんてね、最初はね、傷一つつくの嫌だなと思って遊んでるんですけどね、ちょっとね、飽きてくるともう傷がついてもいいですし、もう砂場にダイブさせたりね、壁にぶち開けてたりとかね、ひどい扱いに最後にはなってましたけどね、私なんかね。ね、最後にはね、トンカチで叩いたりね。まあそんな子供時代でしたね。はい、とにかくね、最後には私おもちゃをね、分解したい派だったんですよ。ラジコンとかも飽きたら、まずは分解みたいなね。で、モーターがついてて、基板があって、みたいな、そういう子供でしたね。とにかくね、おもちゃは最後には分解して終わるみたいな感じで。でね、あーなんかもう一回遊びたいなと思って組み立てようとすると、ネジがなかったりとか、線が切れちゃったりとかして、二度とね、復活できないっていうことがよくありました。何の思い出話でしょうか。はい。で、屋根を見ると、さっきも言ったかな？ここにもフックがありますね。ボンネットのとこにもね、これフックじゃないのかな？これ何なんだろうね。劇中でもしかしたらこういうなんか、ところがあったのかもしれません。うわ、Z28 のマークが光りますね。かっこいい。かっこいい。なんでしょう、このバッスルカーのオフロードって。かっこいいね。うわ、この辺がおしゃれでいいな。うわ、ちょっといい。マジでいい。ほい。ちょっと無言で見ちゃうね。もうカマロのこの形なんかもうこの辺がもう秀逸すぎて、この辺見てるだけでもワクワクしますよね。この辺、この角度ぐらいから見る感じとかね。いや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 、かっこいいな。でね、先ほどのね、ちょっとね、お見せしたんですけど、これね、これも皆さん買ったんじゃないですか。これね、ドンキホーテとか、あと、おもちゃ屋さんの倉庫なんかでも売ってたような気がしたんですけど、これめっちゃ投げ売りで売られてましたよね。なんでこれ人気なかったかってね、めっちゃでかいんですよ、これサイズが。こう並べちゃうとね。なので、このシリーズはこのシリーズでしか並べられないからね、人気がなかったんじゃないのかなと思う。これ、結構なね、価格で買ったと思います。ただ、造形はめちゃくちゃかっこいいのでね、買った次第ではありますけどね。でも、今回のカマロの方がめちゃくちゃかっこいい。なんかおしゃれですね。Z28 のマークが気に入っちゃった。で、でかすぎるから、これ、本当に。はい、じゃあね、最後にね、ちょっとね、視点を下げてみていきたいと思いまーす。はい、じゃあね、ちょっとね、視点を下げてみました。最後はね、ちょっとね、順番で並べましたよ。これ、5分の1、5分の2、5分の3、5分の4、5分の5ってね、この順番でした。1、2、3、4、5でした。はい。じゃあね、ちょっと細かく見てまいりましょう。はい。じゃあね、こちら見てまいりましょうね、これはね。インプレッサ、WRX STI ですね。まあ、めっちゃかっこいいな。いやー、ホットイルしかないから、こういうカスタムは。ね。いやー、かっこいい。でね、ベーシックのね、これと並べるとね、もう、良さがね、もう、半端なく出てね、めっちゃ気に入っちゃいましたね。こんなね、造形一緒なのに、カラーリングだけでこんなに違うんですね、印象がね。これ、へーって感じしない？こんなにかっこよくなるんだ、みたいな。で、ちょっとね、シルビアのね、モナリザみたいなカラーリングでね、めっちゃかっこいい。これももしかしたらなんか名称があるのかもしれない。ごめんなさい、シルビアのね、モナリザしか知らないんですけど。こういうカラーリングのはね。で、このね、ボンネットのとこはカーボン調になってますよと。ね。いいね。いやー、もう毎度毎度かっこいい。で、ちょっとね、トミカのものをね、並べてみます。ちょっと種類はちょっと違かったんですけど、まあフロントマスクはね、ほぼ一緒な感じなのでね。うん。トミカもね、この WRX はワイドタイヤ履いてて、ちょっとタイヤ太めでね、ちょっといい感じですよね、これね。で、スケールが結構ちっちゃめなので、とてもいいですね。はい、車庫タイヤにするとこんな感じ。ただ、ホットウィールの見てくださいよ。車庫タン具合を。はい。もうちょっと低かったらもっとかっこいいかもね。あ、ただ、オフロードだから、今回のは。そんなにペタペタにするわけにいかないのか。まあ、トミカと比べると、まあ、全然、まあ、車庫は低いわけですけど、あ、そうだよ。今回のこれ、フュリアスオフロードですからね。ラリーカーっぽい、まあ、感じ。うわ、かっこいいね。このリアのね、カラーのエンドのところがめっちゃかっこいいっすよ、これ。あー、いいなー。もう毎回、ずっと眺めちゃう。皆さんもずっと一緒に眺めちゃう。あ、皆さん持ってるか。買った方はね、もう自分のミニカーをね、眺めるんで、もしね、買えてなかった方がいたらね、一緒にね、眺めましょう、このかっこよさを。このカラーリングの良さを、眺めましょう、無言でし。はい。
じゃあフロントもね、はい、眺めましょう。いいね。じゃあね、あとね、走ってる感じもね、欲しいでしょ。はい、いいっすね、かっこいい。なんかスバル車はこの色が合う感じしますね、このブルーメタリックって感じね。いやかっこいいね。ちょっと手転がし。もう時間いっぱい取っちゃったっていいんじゃ。もうね、あの、気にしたっても始まらない。もう時間いっぱいいっぱいだから、もういっぱいいっぱいっていうか、めっちゃ長くなっちゃったから。もう、私ね、もう私自身もね、あの、編集した、まあ、大した編集はしないんですけど、まあ、ちょっと確認はするわけですよね。そんで、確認してる間にね、私すら寝ちゃいますからね。はい。じゃあ、2番ね。メルセデス・ベンツ G クラスね。年式とかなかったかな、これは特に。そうですね。9、あ、91年でした。大変失礼しました。91年メルセデス・ベンツ G クラスになります。わー、ピックアップの持ってなかったからめっちゃ嬉しいっすよ。いいね。で、このね、あの、ホイールハウスのところがね、あの、別パーツだったので、とても私これ好きに言ってます。ただね、ちょっとフロントマスクは、マジョレットのを見ちゃうと、ちょっとね、見劣りしちゃうんですけど、まあ、それでもね、あの、なんだろう、今回のっていうか、まあ、ホットエールの解釈ですかね、あの、ちょっとね、あの、ボディがね、縦長ですよね。あの、マジョレットとか、トミカさんに比べると、あの、ホットエールのね、解釈はちょっと縦長になってますね。うん。はい。いや、もう、三兄弟。あー、いいな。これね、あの、リアのね、あの、この四角の感じはね、あの、マジョレットがね、もう秀逸なんですよ、これ。あの、実車もね、あの、実車結構ね、あの、都内なんかだと、メルセデス・ベンツの G クラスで走ってるので、目にすることあるんですけど、このマジョレットのね、あの、リアのね、造形はもう、秀逸ですね。本当にめちゃくちゃいいですよ。ただ今回はね、あの、ホットエールのピックアップなので、ちょっと比べることはできないですけども、あの、テールランプのね、塗り分けというかね、あの、手数の多さと、あの、担保のね、この、メルセデス・ベンツって入ってるじゃないですか。他の入ってないんですよ。この辺のね、細かさがあって、あの、軍配が上がるか上がらないかって言ったら、それはあの、比べるようがないですけど、あの、お気に入りでしたね。はい。お気に入りになりましたね。はい。この辺のデザイン。形っていうんですかね。いいね。ああ、どれもいい。ああ、もうメルセデス・ベンツのデザインはすごいんだもんだって、なんか。なんかこういうジープタイプですら高級感がね、あってね。いやー、かっこいいね。いや、りんちゃんね、ちょっと手転がし。はい。はい、迫ってくる手転がしみたいなね。いいねー。なんか面白いな。ここの部分が、あの、ちょっと斜めになってるんですよね、ここの。ここの下のところが。なんかそこが可愛い。あ、他のも斜めになってるんだけど、なんだろう、あの、ホットイールのが縦長なので、余計ここがね、縦長になってね、いいね。なんかちょっと実写とはちょっと違う気がするんだけど、ま、あの、ホットイールのね、あの、デフォルメの良さというかね、そういうのが光る一品かなと思いました。はい。かっこいい。ピックアップ。やった。めっちゃかっこいいじゃん、これ。はい、みんなと一緒に、無言で眺めるタイム。で、ごめん、座っちゃった。はい、はい、じゃあね、はい、はい、はい。なんか図書館みたいなね、図書館にいるようなね、はい。こうやって喋ってると結構ね、耳障りですよね、こういうふうにね、こそ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 聞こえてきますよね、図書館って。はい、バイバイ。はい、じゃあ3番ね、ランドローバーディフェンダーですね。はい、ランドローバーディフェンダー110。はい、これちょっとね、あの、怪しいっすよね。で、これもね、あの、メルセデス・ベンツの G クラス同様ね、あの、他のね、メーカーに比べると、縦長にね、造形されてるのが分かりました。はい。ね。これマジョレットのですね。はい。で、トミカのはね、ディフェンダーあるのかもしれないですけど、私持ってませんでした。はい。で、これがウェリーでね、ウェリーのもね、このディフェンダーだけはね、なかなかいいんですよね。はい。で、マジョレットね、結構ね、この、先ほどのゲレンデもそうですけど、空張りがね、3種類、4種類があるので、まあ、2種類持ってるかな。
で、トミカのもね、普通のベーシックの版と、今回先ほどお見せしたのが、トイザラス限定のヘリテージエディションってやつでしたね。はい。結構空張りがあるのでいいんですけど、まあ、マジョレットとかね、ウェリーに関し、とか、トミカに関しては、まあ、大体もう、カラーバリだけなんですけど、ホットウィールなね、こういうカスタムチック。うわー、すげえなんかやばそう。悪そう。で、装甲車っぽい感じしますよね。この辺が防弾になってて、みたいなね。で、まあなんかね、なんだろう。作戦実行するのにね、こういう車の後ろのところにね、コンピューターとか武器とか積んでね、走っていくみたいなね。はい。かっこいいっすよね。エリアのこのガラスだけがすりガラスになっててね、外からなんかまあ見えないようになってる。怪しい。でね、ボディと、こちらのね、シャーシはね、ダイキャストなんですけど、屋根だけね、これプラスチックパーツでね、なんかこの辺がね、爪がありそうなね、造形になってるので、これ開くんだと思ったんですよ。でね、中のね、なんかね、なんか弾薬とかね、武器とか入ってんのかなと思ってちょっとワクワクしたんですけど、まあちょっと多分、開かないと思うんですよ。結構今ね、力入れたんですけど、なんかもう爪の傷がついちゃう。開かない。あ、こうスライドさせんのかな。あー、無理だよな。下、後ろからかな。あー、無理。多分開かないです。ごめんなさい。ちょっとね、皆さんのSNS とかね、確認してから、動画撮り始めればよかったんですけどね、まさかね、別パーツとは思わなかったので、開くとも思ってなかったのでね、何も下調べしないで、ブリバリしちゃいましたけど、開かなかったです。ごめんなさい。期待された方、大変申し訳ございません。じゃあね、これもね、ちょっとね、無言で、見つめるタイム。かっこいいね。だから、無言でって言って何喋るの言いますよね。ほら、修学旅行とかで、ね、みんなで寝るときに、もう喋らないよとかつってもね、小声で、ひそひそひそ、喋ってるやないかいみたいなね。だから喋らないでって。喋っとるね、さっきからね。はい。じゃあ横見ましょう。かっこいい。やっぱりね、なんかね、まあもちろんね、マジョレットのね、ディフェンダーを初めて買った時も、まあもちろん感動したんですよ。めちゃくちゃ出来栄えが良くてね、このヘッドライトがクリアレンズですしね。でもやっぱり、いつも思うのはやっぱホットウィールが一番なんか感動を与えてくれるかな。なんか、かっこよさプラスカスタムが入ってくるじゃないですか。でちょっとこれ見ると、なんかあれですね、フロントアップになってますね、これ。メルセデスベンツなんかどうだったろう。これも若干フロントアップになってる感じしますね。まあ、ディフェンダーちょっと突出してフロントアップっぽくなってますね、これね。かっこいい。はい、迫力の。うわぁ、迫力あるね。で、後ろもね、めっちゃかっこいいっすよ、これ。かっこいい。渋いね。渋い、ほんと渋い。まあもちろんね、まあこれウェリーもそうですけど、このガラスがあることによってのかっこよさももちろんあるんですよ。ここのところにガラスがあったりとかね、このセパレートになった感じとかね、めちゃくちゃこれも気に入ったんです。初めて見た時ね、うわすごいなーと思ってね、この脇のこの辺のね、これもガラスですからね。ただホイールがねー、マジョレットのはね、ウェリーのはいいっすよね。ウェリーのはなんかちょっと純正っぽくていいんですけど、このマジョレットのホイールがあんま好きじゃない。はい、すみません。失礼します。じゃあ、文句言わないで。はい。はい、バイバイ。はい、次ね、5分の4。ハマー H1 ですね。うわ、これもかっこいいよー。いやー、かっこいい。これはね、好きなシャーシューなの。ハマーね、まあもちろん嫌いじゃないんですけど、このピックアップタイプのが、めっちゃかっこいいっすよ、これ。バランスがね。バランスがいいんですよ。とにかく。これがね、普通のね、こういうワゴンタイプのはね、あんまり好きじゃない。私。まあ、ハマーね、一時期結構好きで、まあ、ラジコンなんかも、まあ、トイラジもそうですけど、ハマー結構好きでね、いっぱい買ったんですよ。で、飽きたのかもしんない。その中でピックアップがね、やっぱりピックアップの造形されてるラジコンなんかも少なかったので、それがね、見に行って先ほども、オープニングっても言ったような、オープニングじゃなかったかな、これの開封、ブリバリしてた時かな、話したのは、ミニッツね、オーバーランドでね、このタイプのね、発売された時は、まあ、マジめっちゃかっこよかったですね。はい。かっこいいよね。うわー、このバランスがめっちゃいい。うわー、いいね。でね、このね、やっぱね、ピックアップでね、よくある、やっぱハマーってね、このメーカーっていうか、ディーラーのね、
この煽りのとこにね、ディーラーのマークが入ってるってのはですね、まあこのハマーはこれ社名になるのかな。うん。で、この辺のね、黄色いナンバーとか、この辺の、ほら、なんだろう、ワイヤーの造形とかね、すごくかっこいい、これ。めっちゃかっこいい。このね、造形はちょっと初めてですね、私、このワイヤーの感じとか。めっちゃ気に入りました。グリルガードね。結構大型のついてますね。でね、これね、シャーシからの成形なので、ダイジャスト製ですのでね、まさにね、名実ともに、グリルガードね、強靭って感じのね、感じですね、ミニカーでね。じゃん。いいねー、かっこいい。はい、じゃあ最後になっちゃいましたね、こちらね、カマロのオフロード、何年式でしたっけ、67年シェビーカマロオフロードですね。わー、かっこいい。これはなんて言ってもね、 Z28 のねマークが光りますよね。うわー、このバランス見てよ、これ。これどういう風にするんだろう、これ実写。相当この辺切らないと、多分オフロードタイヤが収まんないんじゃないかなと思うんですけどね。こんだけだって、ほら、ホイールハウスとタイヤの間がね、そんなに幅がないので、ただ車高を上げればね、履かせられるわけではないと思うんですよね。で、今回のやっぱりこれなんかと比べると、これ結構ホイールハウスとタイヤの間が結構空いててね、あれなんですけど、やっぱ今回のね、これね、素晴らしいですね。あまりこの、なんですかね、この幅が、開いてないというね、これ車のかっこよさの一つですもんね。はい、かっこいいね。リアは、リアはね、至ってシンプルな感じでね、ちょっとね、一瞬見るとほら、塗装されてないように見えますけど、ちゃんとね、これほら、塗装されてますからね。にくいね、この辺がね。うわ、すごい迫力ある。うわ、かっこいいなこれ。かっこいい。いやー、ほんとこのシンプルボディに Z28 のね、Z28 って勝手に言ってますけどね、マークが光る Z28、 この響きいいよね、 Z28 ね、伝われ。はい、はい、今回ね、この5車種を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もしね、購入してない方はね、このね、動画見ていただいて参考にしてくれたらありがたいかなと思います。同時にね、チャンネル登録もしていただけるとありがたいかと思っております。それではね、次回のね、ちょっとね、動画ね、これ、ランドクルーザーね、200、これ200って言うんですかね、ランドクルーザー200?これね、これちょっとね、トミカしかないかなと思ったんですけど、最近ね、軸もね、ちょっと興味が湧いて、今日ね、軸のね、専門ショップっていうんですけどね、これちょっと見えないかな。ちょっとしてあげますね。軸のね、専門ショップ、ボールネンド?ボーンランド?ボーンランドっていうのかな?ボールネンドって読むのかもしれない。ボールネンドショップっていうのかな?軸なんかのね、ミニ玩具売ってたりとか、玩具が、おもちゃがね、売ってるような、ショッピングモールにあったんですけど、そのね、専門店に行ってきました。軸がね、売ってる。ここでね、ちょっとね、買ってきたものがあって、このランドクルーザーね、200ね、軸の多分なんですけど、私最近ね、ちょっとね、軸に興味が湧いてきて、出来栄えがね、他のもの、ミニカーよりも、例えばドアの、まあ、ヒンジの部分の精度の良さとかね、あと実写にすごい忠実のような気がしてね、興味があったので、探してね、ミニカー見てたんですけど、日本車がね、このランドクルーザー200だけ、今発売されてるんですよ。まあ私が調べた中なのでもしかすると間違ってるのかもしれないですけど、それをね、欲しくて買ってまいりましたよ。はい。それもね、後でね、開封する動画もアップさせていただきますので、どうぞね、お楽しみにしていただけるとありがたいかと思います。それでは次回の動画はまたで、バイバイキーン。はーい。山田も太田明日。